おい、親父、何やってんだよ。人の部屋勝手に入んな。ベッドの下から赤本が出てきたぞ。お前、大学に進学するつもりか。高校中退する約束はどうした。高校中退して悪いことして、極道になって父さんを安心させてくれ。そんなレールの敷かれた人生嫌なんだ。それになんだその横分けは。いいじゃねえかよ。なぜメガネをかける。黒板の字が見えやすいんだよ。ちょっとカバン見せろ。それになんだ、なぜ母さんの手作り弁当持っていく。ヤンキーは学校抜け出してコンビニだろ。弁当のが栄養バランスいいんだよ。お前いつからそんな風になってしまったんだ。近所からなんて呼ばれてるか知ってんのか。あそこの家のお子さんは真面目よって。父さん恥ずかしくて表歩けないじゃないか。世間体ばっかり気にしやがってよ。おいそれ何してんだ。英単語覚えてんだよ。そんなことしたら頭が良くなるじゃないか。これを覚えてる時だけが嫌なこと忘れられんだよ。やめなさい。やめなさい。やめなさいよ。いい加減にしなさい。何しやがんだよこの野郎。ほら、いや掃除やめなさい。コロコロやめなさい。ゴミ箱の下まで、隅々まで。いや消臭スプレーやめなさい。消臭スプレーで大学合格ってやめなさい。そっと置くやめなさい。そっと置くやめなさい。こんな家門限までに帰ってきてやる。ケンジ、なんであんな真面目になってしまったんだ。俺の教育が間違っていたか。さあ真面目。今大人気なの